お願いします。開催九水洋中華鍋屋。私は普天間基地がある宜野湾市出身の明由紀子です。2017年12月7日、私の娘が通う宜野湾市の緑ヶ丘保育園に米軍機からの部品落下事故がありました。あの日の夜、娘に空から何が落ちてきたのと聞かれましたが、私には空から米軍機の部品が落ちてきたんだよと、異常な事故に答える勇気はありませんでした。娘の命が危ぶまれ、当時父母会として声を上げても政府は寄り添っているように見えども米軍に追従して、その米軍も落下物を認めなかったため、あの日から今日まで誹謗中傷を浴びることになりました。あれから5年、沖縄では毎週末のように米兵の飲酒運転の逮捕や事件や事故、今度でも少しずっと取り上げられてきている先ほどの水のPFOSの問題、米軍機からコンテナや水筒が落下、不時着、騒音問題など、基地のような被害は増し、沖縄はどんどん追い詰められているように思います。昨年春、沖縄から東京に引っ越してきて、公園でブランコに乗る娘がこう言いました。空に米軍機が飛ばないね。静かでインチキと。小学生でもわかるこの差別。沖縄では米軍機が飛び交う空の下、あまりの爆音に授業中中断し、機体が過ぎ行くまで先生は黙ります。児童はうるさいと耳を塞ぎます。こちらではまだ一度も米軍機を見たことはありません。この違いは沖縄に 70% も米軍基地を押し付ける結果ではないですか。どうして沖縄ばかりなのか。沖縄で生活していた時より、その疑問と悲しさは日ごとに詰まり痛感します。押し付けをやめない政府、どんどん戦争へ向かっているような気がして、基地負担軽減とは無逆の事態に進んでいるようで、私は一時的平和のこちらにいて沖縄に申し訳なくなり苦しくなります。原爆症を手渡して10年、20万人もの誰かの大切な人が亡くなった沖縄戦から77年、復帰から50年経とうとも、沖縄だけはずっといまだに植民地扱いです。私の父方の祖父は沖縄戦で兵士でした。どこで命を落としたかさえもわからないまま家族全員を亡くしました。父は沖縄本土復帰前、パスポートを手に県外で過ごした大学時代、アメリカ統治下の沖縄という偏見に遭いました。そして私と娘は米軍機からの部品落下事故の当事者になりました。沖縄戦から月日は流れても、米軍基地による被害は4世代にもわたりうちのうちを縛りつけています。沖縄が声を上げ続けない限り、本土の人たちは自分事として捉えてくれないのでしょうか。植民地主義は終わらないのでしょうか。民主主義は沖縄にないのでしょうか。沖縄の空と娘がつぶやいた インチキの空は同じではないのでしょうか。私はこんなに悔しくて悲しい思いを、娘が大人になった時同じ気持ちを絶対に味わわせたくはありません。娘の命が危ぶまれたあの日から、将来大人になった彼女に違う風景を見せたいと決めました。今日ここに集う民意も、基地に分断されたうちのあの民意も、辺野古の機動隊がいる場所と道路を隔てて座り込みする人たちの場所も、米軍機が飛び交う普天間基地の上空のオレンジ色をした空も、PFOSで汚された水も、彼女が大人になり
あの頃見たものとは違うねと言わせたい。私は沖縄戦で生き延びた方々と命を落とした方々の証です。そして一人のうちのうちとして10年前多くの県民の願いと平和と希望を込めた緊迫書を手渡したこの日、この場所で今日改めて娘のために沖縄のために声を上げます。割ったうちなよ、ぐすうよ、マキティナイビランド、しばらない野菜。ありがとうございました。イベントでした。何でしまうの、ね、よ。